4団体統一スーパーバンタム級王者井の上直也、31イコール大橋、ラボーエ、WBA スーパー、IBF2 度目、WBC、WBO3 度目に成功した。WBO 世界同級2位の元 IBF 世界同級王者 TJ ドヘニー、37イコールアイルランドの挑戦を受け、7回16秒 TKO 勝利。デビン・ヘニー、米国、 と並び歴代2位となる4団体統一王者としての2度目の防衛成功となった。なお歴代1位はサウル・アルバレス、メキシコ、の4度防衛井上にとって22年6月の元世界5階級制覇王者のニトドネア、フィリピン、戦から6戦連続となる世界王者経験者との防衛戦だった。判定決着は許されない。仕留めるべき瞬間に仕留められればいいと思うと気合十分で、 リングに立ってドヘニーと対峙対峙していた。海外のブックメーカー、かけ屋、となる A 大手ウィリアムヒルのオッズは、井上勝利に1、02倍、ドヘニー勝利に15倍と、井上の圧倒的有利に動いていた。そんな、楽勝ムード、を井上は自身の言動で払拭した。周りの雰囲気は自分が一番、感じる。自分にそういう気持ちはなくても緩みは必ず出てきてしまう。 過去の経験からも振り返ると、そういう瞬間もあった。言動だったり練習の内容でより心がけていると気を引き締めて最終調整していた。ドヘニー戦に向けた総スパーリング数は計101ラウンドにまで到達。今年5月、東京ドームで臨んだルイルネリ、メキシコ、戦前には実施しなかった3日間のジム内集中合宿にも取り組んだ。フィジカルも増やし、 実戦トレのラウンド数も多くなった。自分の中で気を抜かないために一番練習したなと自負するぐらい。練り戦以上の練習量は意識している。過酷なメニューで追い込み集中力を研ぎ澄ませていた。これで世界戦通算勝利数は23勝に積み重ね、元4階級制覇王者井岡和と市政の22勝を抜き単独1位となった。 そして歴代の世界王者の中でも元三団体統一ミドル級王者ゲンナジーゴロフキン、カザフスタンと並んで現役最多だ。世界でただ一人となる現役の四団体統一王者。0戦連続の世界王者経験者撃破で、ボクシングの歴史と新たなモンスター伝説を刻んでみせた。1R サウスポーのドヘニーは開始から慎重に井上の出方を伺う。 井上も最初の1分はパンチを出さずに様子を見る。終盤にドヘビーの左ボディーブローが先制だも、井上も右強打を2発返す。1分50秒過ぎに井上が右ボディーブローを決める。ドヘニーは警戒して手数が少ない。日韓祭典、井上10から9、2R ファイターのドヘニーが右ジャブを出して距離を取る。井上が右ボディーブローが決まる。 一分過ぎに井上の右ストレートがボディにヒットしてドヘニーの頭がロープの外に飛び出す。二分過ぎにドヘニーの左ストレートが浅くヒット。終盤に井上がドヘニーをコーナーに詰めて連打。ドヘニーは左を狙いすぎか手が出ない。日韓採点、井上10から9。3R 井上が左ジャブをついてドヘニーを追う。40秒過ぎに井上が右ストレートをヒット。 ドヘニーの三連打はすべてかわす。終盤にドヘニーが井上のボディへ連打。終盤に井上の強烈な右がドヘニーの顔面とボディに決まる。日韓採点、井上10から9、4R 井上が左ジャブをついて前に出る。ドヘニーが左をボディへ伸ばす。50秒過ぎにドヘニーの左ストレートが2発ヒット。 2分過ぎに井上の右ボディストレートでドヘニーがコーナーに下がる。終了間際に井上の右ボディブローが強烈にヒット。ドヘニーは大丈夫だと手を振る。日韓祭点、井上10から9、ボアール井上が勝ったまたインターバルを過ごす。開始から井上はガードを固めて下がってドヘニーを誘う。ドヘニーは打ってこない。終盤からドヘニーもパンチを出し始める。 井上の左ボディーブローが決まる。終盤に井上の左ボディーブローが決まる。ドヘニーも打ち返す。終了間際にドヘニーの左フックが決まる。日韓採点、井上10から9。6R 開始から両者ともパンチを繰り出して打ち合う。40秒過ぎから井上の右ストレート、ボディーブローが決まる。終盤に井上の右ボディーブローでドヘニーの腰を折れる。 終盤から井上の右が顔面に再三ヒット。終盤は井上のボディ連打でドヘニーの動きが止まる。日韓祭典、井上10から9、7R 開始から井上が猛獣ラッシュ。ドヘニーが突然、腰を押さえて崩れ落ちる。腰を痛めた模様で、そのままレフェリーがストップ。TKO 勝利となった。